人類が宇宙に移住し始めてから300年。静けさが支配する地球軌道宙域に数千もの光点が輝く。その光点一つ一つは宇宙艦隊を構成する戦艦や巡洋艦で、その中にはより小さな光点が錯綜していた。それらを束ねる立場にある地球艦隊総司令官ジャスティンは艦内モニターに視線を移す。地球は突如現れた宇宙連邦と名乗る組織により文明のリセットを宣告された。星の文明を消し去る惑星破壊兵器を止める戦いは地球を眼前にして最終局面へと突入しつつある。惑星破壊兵器への損傷大、対象のフィールド完全停止を確認、進行速度低下。そういった隣の副官は地球を破壊するために送られた惑星破壊兵器を興奮を隠せない目で見つめる。ジャスティンは思わず前のめりになった。燃え盛る直径 900km に及ぶ惑星破壊兵器の向かう先には日常が続く地球が美しい光を放っている。地球艦隊屈指のスピードを誇る人型機動兵器数百機が惑星破壊兵器の走行表面を馬のごとく疾走していく。数秒後、惑星破壊兵器表面から爆炎が舞い上がり、かける人型機動兵器の軌跡に鮮やかな光を灯していく光景が広がっていく。こちら、ザナ艦隊総司令官マルタ、チャージドアローレイレーザー発射用意。今度こそ成功させる。この戦いを通して共闘するに至った異性の同胞であるザナ艦隊司令官は、艦隊史上最強の火力を誇る攻撃の号令を下した。戦場を一瞬で緑色に変える一撃は、発射前からザナ艦隊機関をエメラルドグリーンで染め上げる。通常の砲撃とは異なる輝きを放つザナ艦隊最強の砲撃の姿を見て、誰もがこの戦争の終結を予期した。ジャスティンは全身に鳥肌が立つのを感じた。これでようやく地球の皆を守ることができる、100億人の生活を救うことができる。そう思えただけでジャスティンの表情がはつらつとしていく。死別したアレンに妻イベルと息子ハルスティンに顔向けできる。もう戦う必要なんてない。私は父に戻ることができるのだ。砲撃、目標へ着弾を確認。対象が崩壊していきます。地球艦隊とは異なり、光の壁を越え銀河艦星艦国家を築くザナ艦隊の火力は、文字通り天地を揺るがすほどで、瓦解の始まった惑星破壊兵器に緑の柱を突き立てていく。それは惑星破壊兵器の内部構造を完全に融解させ、内部の反物質リアクターを複数崩壊させるに至った。惑星破壊兵器が内部から散らばり、視界を埋め尽くすほどの光が艦隊を覆う。その光の圧力がジャスティンの視界を包んだ。身を粉にして奔走してきたジャスティンは重力に任せて地面に座り込む。終わった、終わったんだ。総司令、通信が。ジャスティンが振り返った時、艦内に声が響き渡る。俺だ。ジャスティンは言葉を失った。発せられた声は間違いなく息子アレンの声だった。宇宙連邦からの吸収により命を落としたはずの長男の声だった。ジャスティンがほころぶ頬を隠せず口を開こうとした刹那、いつもとは違うアレンの声色が艦内に響く。親父、教えてくれ。あんたの選択は正しかったのか。ジャスティンは思わず眉間にシワを寄せた。親父は人生の中で自分の仕事だけを果たせばいいと思い込んでる。母さんにも俺にも見向きはしなかった。総司令の役割だけを果たせば全て許されると思って。なら教えてくれ。親父は今の人生で満足なのか、後悔はないのか。取り繕った言葉じゃない、自分の言葉で答えてくれ。動揺を隠せなかった。彼が生きていることに驚く暇もなかった。なぜ地球が救われようとしている時にそんなことを問うのか、後で話そう。そう答えようとした時、不思議にもある日のことが思い出された。3年くらい前だろうか、そういえば夜遅くに自宅でアレンに強くそう問われたことがあった。周囲の景色が当時のリビングの一角になっていくのを感じながら、ジャスティンは
無意識に全艦隊通信に切り替えようとした。そして手が止まった。私は結局あの日なんと答えた。親父、どうなんだ。そうだ、あの日も結局私は何も言わなかった。後で話そう、そう言って会話を避けた。職務に集中することを選択し、家族をないがしろにしてきた。ならば今度こそ答えなければならない。私は。次の瞬間、ジャスティンの視界が白一色に塗り上げられていく。全身から汗を吹き出し、激しい心拍の音が何かから目覚めたことを告げていた。悪夢だったのか、いや、とジャスティンは断じた。絶望に追いやられた人間が最後の瞬間に紡ぐ、祈りにも近い願望の世界だ。惑星赤い影響。乾いた声を絞り出すのがやっとだった。悪夢の残滓とアレンの突き刺すような声の痛みがまだ残るのを感じながら、ジャスティンは言った。周りに視線を巡らすと、艦内の巨大パネルに映されている無傷の巨大兵器の存在に気がつく。艦隊が停泊する小惑星帯ではない、遥か遠方の水星軌道にそれは確かに存在していた。先ほどの表情とはまるで違う消沈した様子の副艦リンは、自身をどこか哀れむように見つめている。ジャスティンは過去30日間見つめ続けてきたタイマーを今一度確認した。地球滅亡まで残り120時間。正気を取り戻したジャスティンは心中で叫んだ。悪夢から覚めたくなかったと思わせるほどの絶望感が心中を蝕んだ。そうだ、この戦いはまだ終わってなどいない。あの日からずっと続いている。30日前、宇宙連邦と名乗る組織が突如現れ地球を襲撃。90万人もの命が失われ、息子アレンも死んだ。宇宙連邦は35日後に地球文明をリセットすると宣言し消えた。彼らの正体も目的も不明なまま、1万2000隻の地球艦隊は出撃した。多数の戦力を失い、異星の旧友率いるザナ艦隊と共闘するに至った地球艦隊は、アステロイドベルトを生かした質量攻撃作戦で、屈強な耐久力を持つ第一の惑星破壊兵器を完全破壊する快挙を挙げてみせた。全ての犠牲が報われ、これまでの日常が戻ってくるはずだった。しかし惑星破壊兵器は一つではなかった。地球文明の消滅まで5日を切った日、2つ目の惑星破壊兵器は誰にも知られないまま高度なステルスを起動し、悠然と水星軌道を進んでいた。無傷の惑星破壊兵器は今もなお確かに進み続けている。ジャスティンは自身を恥じた。現実から逃れ、理想の未来にしがみつこうとした自分を叱咤した。未だ脳裏に残るアレンに向け、ジャスティンは答えられなかった問いにすぐに応じた。私は職務を全うすることで家族を幸せにしたかった。家族を第一優先としながら、全人類の命を守るために働く仕事に憧れと誇りを感じていたからだが、それができなかった。だから約束する、これからは家族を大事にする。そう素直に伝えれば十分だったはずなのに、なぜ私は答えることができなかったのだろう。今この一瞬を、全力で生きることの重要性を誰よりも分かっていたはずなのに。気持ちを整理する必要があった。ジャスティンは機関タイコンデロガの自室に入り、深くため息をついた。地球に残された時間は残り5日。しばらく両目をつむってから静かに開いた。不覚にもパネルに表示された妻イベルから数日前に届いたメッセージが目に入った。長男アレンは帰らぬ人となったものの、妻と次男は今も地球でこの戦いの終わりを祈っているだろう。10日前ジャスティンは妻と家族に1通短いメッセージを送った。返事が来ていることは分かっていたものの、ずっと開く気になれなかった。この戦いに勝利して初めて家族に声をかける資格があると感じていたからだ。今まで総司令であることのみを追求し、自らの家族を顧みようともしなかった。それに対する罪悪感はあったものの、
総司令として地球を救いさえすれば全てが許されると思って戦ってきた。日常が戻ってくると信じて前進してきた。一つ目の惑星破壊兵器を破壊した時に思ったのはそれだった。だから確信に変える言葉が欲しかった。今のジャスティンには前へ突き動かす言葉が必要だった。祈るように妻からの返信メッセージを開くと、青白いホログラムが表示され、妻の虚像が現れる。フロンティア計画の案内が届いたわ。ありがたいけどこの切符は使わない。私はあなたと結婚したことを後悔する日もあれば後悔しない日もある。家族をほったらかしにして戦争へ行く日はひどく後悔するし、ニュースであなたがもてはやされているのを見ると少しだけ誇らしい気持ちもある。この戦いが終わってもきっと気持ちは変わらない。でも少なくとも私に面と向かってやり直す機会は手に入る。意地でも何でもいい、必ず勝って帰ってきて。私は地球に残る。もし奇跡が必要ならもう一度起こせばいいだけ。そこで通信は終わった。しばらく自室でこれまでのことに考えを巡らしていた。総司令官として、父として自分が歩んできた道を振り返っていた。すると臨時大統領の声が全艦隊通信で艦内に響き渡った。ジャスティンは再び現実に戻り、力なく彼の言葉に耳を傾ける。全地球艦隊の将兵に次ぐ臨時大統領ウッドウォードだ。機関らはよく戦った。この30日間異星人の敵を相手によく戦い、そしてあらゆる困難を乗り越えここまで生き残ってきた。機関らとジャスティン総司令の奮闘は人類史に刻まれる1ページだ。ジャスティンは臨時大統領が数十分前に自分に持ち出した話を思い出した。ウッドウォードはこの戦いが始まってから月面基地に身を置いており、二つ目の惑星破壊兵器の存在が明らかになるや否や、ジャスティンに艦隊を引き渡すよう要請した。事実上地球の連邦政府の頂点に立つ臨時大統領ウッドウォードは一部の人間のみを助ける、通称フロンティア計画を始動させたのだ。ジャスティンはウッドウォードの要請に対して黙認という返答をすることしかできなかった。事前にジャスティンを取り込んだ臨時大統領は意気揚々と続けた。しかしそれも地球人類が存続すればの話だ。我々には5日しか残されていない。もはや第二の惑星破壊兵器を止められないことは火を見るより明らかだ。だが人類に残された手段はそれだけではない。諸君らが噂に聞いている通り、地球を脱出するフロンティア計画は存在する。100万人の人類と受精卵を冷凍保存し、地球を離れ新天地へ向かうプロジェクトだ。我々にはもうこの方法しかない。異論があれば直ちに各艦隊司令より申し立てをお願いしたい。ジャスティンはウッドウォードの言葉を静かに聞いていた。願望が生んだ悪夢と妻からの声が脳内を駆け巡る。臨時大統領は淡々と続ける。結論から言う。フロンティア計画は諸君らの家族全員を乗せることは不可能だ。しかし諸君らが愛する者たちの中から特定の条件を満たすものであれば、無作為の抽選で助けることはできる。選定方法は各艦隊司令に伝える。諸君らの家族が生きて地球を脱出できることを切に願う。軍を抜け最後の5日間を家族と過ごしたいのであれば、そのように取り計らっておこう。また意地でも何でもいい、必ず勝って地球を捨て人類を生かす計画を説明し続けるウッドウォードの言葉の背後で妻イヴェルの声が響く。残り120時間、人類の存続がかかっている。それは分かっている。だが私は信じたい。無理でも不可能でも絶望しかなくても構わない。
家に帰り、もう一度チャンスが欲しい。日常を取り戻す機会が。説明は以上だ。異論はなかったものと認識する。まだ諦めたくない。ジャスティンは呼吸を整え、自身の考えを一本に集約していく。ウッドウォードは間を置いてから正式に命令を下す。地球連邦臨時大統領、ウッドウォードより達する。機関らは直ちに惑星破壊兵器との戦闘をやめ、地球脱出艦隊の護衛任務につける。残り5日間、惑星破壊兵器を破壊する方法は存在しない。不可能に命を懸けるのではなく、人類を残すため今ここで地球を捨て。こちら地球連邦平和維持軍総司令官ジャスティンだ。ウッドウォードの指令通信にノイズが走り、ジャスティンの声が艦隊に響く。その声はいつもとは異なり、動機が激しく絞り出すような声だった。通信を聞いていた皆の顔が一斉に上がる。残り5日間惑星破壊兵器を破壊する方法は存在する。ジャスティンは言い切った。まだ頭の中にしか描けていない理論上の作戦だ。だが不可能ではないはずだ。みんな聞いてくれ。動揺しながら何かを発するウッドウォードの声に重ね合わせ、ジャスティンは力強く言った。もはや時間は残されていない。総司令官としてではなく、一人の人間として語りかけるしかない。私たちは決して負けてなどいない。私たちにはまだ日常を取り戻すチャンスがある。私は地球脱出計画を援護するのではなく、二つ目の惑星破壊兵器の撃破を皆に頼みたい。この戦場にいる諸君らなら知っているはずだ。この戦場で私たちは不可能だと思えることを成し遂げてきた。だからまだ諦めないでほしい。二つ目の惑星破壊兵器を破壊する方法は、こちらザナ艦隊総司令官マルタンだ。我々の艦隊には艦隊ワープ能力がある。残り5日間地球艦隊の足では届かないとしても、我々の力があれば光の壁を越えて惑星破壊兵器に追いつくことはできる。希望を捨てるには早い。共に戦おう。ジャスティンはこの戦いで共闘するに至った盟友からの助太刀に思わず胸をなで下ろす。宇宙でも屈指の勢力と言われるザナ艦隊の力を借りれば、ここ小惑星帯から水星軌道にすぐに移動することができる。まだ諦めてはならない。思わず言葉に熱がこもる。これが一時の熱情でも意地でも構わない。地球艦隊の皆に改めて伝える。まだ方法はある。我々は30日間惑星破壊兵器を外部から破壊する作戦だけを考えてきたが、内部から破壊する作戦もある。もし地球脱出計画に賛同する者、そして最後の5日間を愛する者と過ごしたい者がいるならば、現時点での離脱を認める。私はそれを止めない。皆自身の頭と心で決断を下し、後悔のない道を歩んでほしい。もし残ってくれる者がいるのならば、私と共に最後の1秒まで戦おう。生きて帰れる保証はない。だがそれはこの30日間も同じだった。可能性がある限り戦うべきだ。何度でも奇跡を起こせばいい。我々は決して宇宙で生き延びるための集団ではない。我々は地球を守る艦隊なのだ。地球艦隊の皆から呼応の声が上がる。慌てて口を開いたウッドウォードの通信をほとんどの人間が無言で切断していった。30分が経過した。艦隊がワープ準備に入る中、ジャスティンは艦隊から離れる客席程度の艦を見つめ、短足を漏らした。地球脱出計画と惑星破壊兵器破壊作戦、どちらが正しいのかはジャスティンにもわからなかった。何が正しく何が間違いなのか、それは後世が判断するしかなく、今この瞬間を生きる身としてはどれだけの後ろ指を刺されようと前に進み続けるしかない。9000メートルを超えるザナ艦隊の周囲に小粒ほどに見える500メートル級の地球艦が散開し、ザナ艦の艦隊ワープ圏内へと移動していく。ザナ艦隊が作り出す超高速跳躍手段は
補完のみならず、ワープ圏内の物体をも移送させることが可能だった。艦隊ワープの準備が進んでいく中、ジャスティンはマルタンへと通信を入れる。ありがとう。マルタン総司令、また、助けられた。純粋な社員に対し、ザナ艦隊司令官は返答を選んでいるようだった。同じ総司令官として、ジャスティンにはその一瞬の間の正体が分かった。ザナ本国の状況はどうなっているのか、ジャスティンが問う。本国の状況は不安定だ。ザナ政府高官らは宇宙連邦との協議の準備を行っているが、銀河帝国も国境周辺で不穏な動きを見せている。総統が死に、ザナの軍事力に空白ができた今、銀河帝国がザナ領に侵攻してくる可能性もある。ザナ艦隊は当初惑星破壊兵器護衛を命じられ、地球艦隊と戦っていた。だがザナ艦隊を率いていた総統は、宇宙連邦に従うことを重視するあまり求心力を失い、民主的な方法によって職を解かれた。現在ザナ艦隊を率いるマルタンが代わりに艦隊司令官となり、宇宙連邦に従うか対抗するか総統と対立した。総統は強大な軍事力を持つ宇宙連邦に従うしか未来はないと主張し、マルタンは地球のような無害な惑星を滅ぼす組織には未来がないと反論した。結果総統は自害し、マルタン率いる艦隊は地球と共闘することになった。宇宙連邦の圧政に反対するためとはいえ、遠い異性の友人が犯したリスクをジャスティンは今一度理解した。マルタンは続ける。だからアリノン最初は本国へ帰還させる。政治交渉力に長ける彼を本国へ帰還させ、ザナ政府内の旧総統派を束ねてもらう必要がある。我々の手で惑星破壊兵器を阻止すれば、宇宙連邦が絶対的な力ではないことを証明できる。それさえ分かれば、ザナも銀河帝国も宇宙連邦への隷属を考え直すはずだ。一つの星系の外に出ることもままならない地球人には到底理解しきれる話ではなかった。マルタンの知る広大な世界と戦場、それに比べれば地球を守る戦いは宇宙の辺境で行われる一つの小さな出来事に過ぎないのかもしれない。でもそれだけじゃない。未来を変えたいと思った。マルタンが突如切り出す。マルタンによれば、今までザナ人は宇宙連邦が伝える未来予測装置に従って生きてきたのだという。銀河帝国暗黒星雲 M101 と戦い、悪なき領土戦争を繰り返し、それでも得たものは何もないのだと。結局どこかで勝ち、どこかで負けるのを繰り返すのがザナで、予定調和の中で国力だけが疲弊していくのをマルタンは生まれてからずっと見続けてきた。そしてその中で彼自身が様々な文明を滅ぼしてきたのだと。マルタンはひどく後悔していた。宇宙連邦の命じるままに数多もの文明を滅ぼしてきた自らの血塗られた手には救えた文明があったはずだったと。ジャスティンにはマルタンの瞳がこれまでと少し変わっているようにも感じた。ザナ艦隊総司令は続ける。人は分かり合える。だからここで宇宙連邦が押し付ける宇宙正義とやらの力の論理から生まれる暴挙の連鎖を止めなければならない。大きなリスクを背負って宇宙連邦に立ち向かう必要がある。それが私が出した答えだ。どこか遠くを見つめているようにも見えるマルタンに、ジャスティンは私も同じだと返した。結局意地なのだ。そうとしか今は説明がつかなかった。全艦隊ワープまで30秒。地球艦隊の面々が固唾を飲む中、ワープカウントは進む。同じアナイアドライブの持つ追消滅機関の力であっても、それらを使いこなし光の壁を越える術を持つザナと、追消滅機関を奪取し力の一端を借りるしかない地球人類とでは、技術の土台があまりにも異なっていた。ザナ艦隊2000隻の艦隊ワープ技術に便乗する形で、地球艦隊残存5000隻は光の壁を初めて越えることになった。ワープのカウントが続き、地球艦隊の艦長や将兵の面々は周囲を見回しながら自らを固定する席やフックを握りしめる。5 4 3 2 ワープ。緑色の粒子が虚空に飛び散り、艦隊が緑のもやに包まれたかと思うと、その粒子の束は周辺の重力をねじ曲げながら膨大な光を発した。
光は友軍艦艇の残骸や破壊された第一の惑星破壊兵器の残滓を照らし、重力波で無酸させていった。瞬時に膨張した光は広がる時と同じ勢いで収縮し、周辺の空間情報を上塗りしながら瞬く間にアステロイドベルト中域から姿を消していった。次回、滅亡の光は。